こんにちは、伊藤和恵です。今日はですね、久しぶりのシーマでドライブトークなんですけれども、今日はこの方に来ていただきました。どうぞ。はい、みゆちゃんです。よろしくお願いします。ゆうちゃんとはですね、同い年で、しかもデビューの日も同じ、一緒、同期ね。あの、歌のね、歌のね、そうね。いろいろ積もる話とかもしていきたいと思います。はい。ちなみに伊藤さん、今日、カーネクストさんがタイアップについてくれてると思ってます。はいはい、知ってます？カーネクストさん、カーネクストのあの車買い取り業者の。そうですね、はい、そうですよね、はい、CM で流れてる。知ってます、知ってます。あ、じゃあいろいろ詳しく聞いていきたいですね。よろしくお願いします。お願いします。やっちゃえ、伊藤和恵チャンネル。何年のシーマ？これはね、32年走ってる。わあ、すごい。すごいよ、26万9000キロ、もうすぐ27万キロ。すごいね。だってもう本当にね、どこ行ってもこの間の合唱バトルの時もシーマでいらっしゃいましたか？そう、で、なんか2人も来て、わざわざカメラ持ってきて、それどこで流すのっていうぐらいすんごい撮ってたの、シーマを。撮影してどうすんだろうと思ったら1ミリも使われてなかったけど。でもなんかそれが久しぶりじゃなくて、その前にさ、カラオケ、それもさ、カラオケの番組でさ、カラオケバトルかなんかで、ゆうちゃんの歌を、ね、そうそう、歌ってくれてね、なんか競い合うみたいなのやったよね。でもあれもずいぶん前でしょ。あれもずいぶん前だけど、ね、あれが久しぶりの再会じゃなかったっけ。う、ね、うん、久しぶりかも。速水さんはあのグループで言うとどなたが仲良かったとかってあるんですか？あの合唱バトルの中で、はい、は、やっぱり同期の渡辺恵ちゃんと仲良いですね。うん、特に最近YouTube で一緒にエクササイズしたりとかして。あ、そうなんだ。うん、あとは、まあ、西村智美ちゃんは後輩だけど一緒にお仕事したりもするし、はいはい、でもすっごい久しぶりに会っても、うん、なんか久しぶりに思えないのがすごい不思議。そうなんだよ、なんか80年代組ってそんな感じだよ ね。なんか未だにどっかで見るし、そう、ね、活躍されてたりするから、うんうん、今回はカーネクストさんがタイアップということで、売れない車はない。そうなんです。売れない車はないってすごいね。だって廃車にするときお金がかかったりするよね、逆に。そうですね。だからそれもレッカーとかの引き取り代とかも、まあ、かかんない。それは助かるね。持ってってくれて買い取ってくれるっていうのはすごい。今でも反対にコロナ禍で工場が作動してなかったから、中古車の方が部品取りとかしたり、部品取りとか、そうそう、はいはい、売れたりするのかな、うん、するよね。お二人多分もうデビュー早々に売れたと思うんですけれども。いや、私結構あのエキストラ長かったですよ。へー、はい、だって和恵ちゃん子役さんからだもんね。6歳の時から劇団に入ってて、なかなかあのオーディションとか行っても全然受かんなくて、それは割と長くて、で中学生ぐらいの時にやっと時代劇のレギュラーとかが決まってっていう感じ。ゆうちゃんはいきなりデビューしてなかった？私はデビューしたんだけど、うん、デビューから夏色のナンシーが実は5枚目のシーンだったから。あ、そんな後なの？私デビューぐらいかと思った。だからあの、ま、で夏色のナンシーがチャートインするまではそんなに忙しくなかったかな。あ、なんかさ、うん、82年だっけ、3年82年2年組じゃない、うんうん、の4月21日って同じ日に歌手デビューしてるんだけど、なんかそういう3月21日は堀ちえみちゃんとか ね、小泉今日子ちゃんとかいて、あのもうちょっと遅れて中森明菜ちゃんがいたりとか、そう、5月ね、そう、すごいなんかあの売れる人が多かったみたいな。まとめてこう雑誌のインタビューとかも結構集合したりとか。集合してた、ね、その時に覚えてるのは、やっぱ和恵ちゃん背高いから、私も割と背高い方だったから、なんかみんなで集合して写真撮るとき、私たちいつも後ろの方だった。そうだね。確かに。で歌番組も結構多かったからね、会うことも
毎日やってたような気がする、まあ、そうだよね、同期の仲間と。すっごい歌番組多かったのに、今全然ないから、あの特番ぐらいしかねなくて、それこそ合唱バトルみたいな。楽しかったね、20人集まって、80年代アイドル。それこそ何十年会ってない人もいたし、いたね、うん、なんか一気にグーンとみんなね、距離感がこう縮まって仲良くなって、ね、そうそうそう。でなんかあの歌ってない時はちょっと喋ってるみたいな。そうそうそう、先生が大変だったと思う。こんなにあの何死後で盛り上がるチームが脱線して、ね、ここだけだみたいに言われて。本当にすみません、皆さんとか言われてただなんかすごく一番仲いいグループですねって言われたね。うん、最初に譜面を外したね、アズちゃん。ああそうね、なんか外さないと覚えないなと思って、すごいと思って。もう外そうよ、いやいやまだ外せないでしょ。もうだって回数もあと 2,3 回しかないのに、なんでみんな大丈夫なのって思って、逆に間違えちゃった方が覚えるじゃん。1回ぐらいなんか集まれたらいいんだよ ね、 ね、なんか打ち上げも楽しかったね。楽しかった、打ち上げも楽しかったけど、やっぱり先生が言ってたように、やっぱり歌うことがいいんですよ。だからなんかこう目的があって集まるとまた違うよね。うん、なんかみんなでほらもちろんわーって喋ってお酒飲んでコカ・コーラ飲んでそれもいいんだけど、なんかやっぱり目的があるって嬉しいな。そうだよ、苦労した頃みたいな感じ。苦労さんはでもそのエキストラの時は なんかね、子供だったのに顔がもうなんか大人の顔みたいな感じで、今写真見てもあこれでしょって分かるぐらいの、もう子供らしさがない顔してて、割と丸顔でこう童顔で年よりも若く見えるような子がすごく人気だったの。背もちっちゃくてっていう、私全然それに当てはまんなかったから。私も当てはまんない。しかも色黒いしさ。だってハワイ、ハワイ、ハワイって何歳まで行ったの？ね、スカウトされるまで行ったのね。3歳から14歳までグアムとハワイ。ああ、そう。ゆうちゃんの記事でね、覚えてるのが、うん、よろしくお願いしますって何のことか分かんないって。そう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 、何をよろしくお願いするのか分かんないのに、みんな挨拶でよろしくお願いしますって言ってるんだけど何のことみたいな。だってよろしくお願いしますってなんかめちゃめちゃ他力本願じゃないですか。あ、なんか自分で何とかしなきゃいけないじゃないなんかこっちはなんか普通に こんにちはと一緒の挨拶ぐらいなんだけど、ああなるほどねと思って。デビューの頃は、苦労したといえば、よくあれだな、新曲のプロモーションでデパートの屋上で歌を。ああったね、真夏とかでもね、結構。私さ、なんか女の子のファンとかもすごい多くて、ありがたかった。悪役とか多かったから、うんうん、男の子よりも女の子がすごい見に来てくれたりとかあったんだけど、握手会とかの時にさ、手紙とか、なんかプレゼントっていうのわかるんだけど、教科書、社会科かなんかのすごい分厚い教科書に1ページ目から最後のページまでずっと文書いて、あなたのこういうとこが好きみたいな。この教科書ってもちろん今使ってないやつだよねとか思いながら、すごいその人のこと覚えてるな。不思議だなと思って。熱いのかもしれない。私はね、やっぱ色が黒くて、であの頃やっぱりユウっていう一文字の女の子の名前って珍しかったから、ちょうど先輩の松田聖子さんの解放に今度デビューします、うん、ユウですっていうなんかちっちゃいチラシみたいなの出たら、うん、最初にもらったあのファンレターの5通だったね、うん、そのうちの3通が女の子かな、ね、あ今度デビューする早見ユウくん、あいう感じで、スポーツは何やってるんですか、サッカーとか言って、そう、ね、やっぱ私男だと思われてるんだと思って、お返事書いた男の子じゃなくて女の子です。さっき言ってたカーネクストさんの、うん、査定の仕方なんだけど、うん、すごく簡単で、いろいろこう車種とか年式とか、例えばこれだったら日産車、シーマ。で年式、走行距離は、20万キロ超え。すごい。私ね、ちょっと
ちょっとね、気になるね、うんうん、なんか別にすぐ売る予定はなくても、うんうん、これいくらぐらいなんだなっていうのを知っとくだけでもなんかいいよね、うん、これだって無料査定でしょ。実はですね、このチャンネル見た方は概要欄にちょっと情報載せてんですけど、うん、はい、そのリンクからお問い合わせして売却決まるとオリジナルのクオカードペイ1万5000円分がもらえるそうです。1万5000円、結構いい金額。結構いいね、うんうん、だから車の値段がまあ、極端ゼロでもその1万5000円分のカードがもらえちゃう。あ、じゃあ、いきなり査定とかじゃなくてこの概要欄から飛んでもらった方がいいってこと。そうですね。で、なんか1万5000円もらいましょう、どうせならね、どうせなら、どうせなら得をしていただいて、はい、なんか今日すごいあっという間に終わっちゃったね。まあ、かずえちゃんとだからあんまりお仕事感もなくそうだね、あんまりない、ね、あれもう始まって、もう終わるなって感じじゃあ今度また余裕のある時にゆうちゃんのチャンネルも呼んでください。何それどういうそのドヤ顔じゃあなんでかっていうと撮影すると編集しなきゃいけないから。あ、大変か。だからもう撮影もしないんだじゃあ2人でライブ配信やろっか、ね、ライブ配信編集必要ないしね、テロップも必要ないしないしじゃあ今度遊びに来てもらいますじゃあライブ配信で、はい、次はお願いします、はい、概要欄にいろいろ情報を載せているのでそこから査定してみてください。ぜひ無料ですのでお願いします。